どうも皆様、オクチャンネルだー。今回なんですけども、第565回ロト7解説動画やっていきたいと思います。でー、はい、今回なんですけども、ロト7解説させていただきたいと思います。そして何よりもまだキャリーオーバー15億円規模残ってるっていうね。やっぱりあるとないとではちょっとモチベーション違ったりとかね。例えばまあ普段は二口しか買いません。ちょっと三口いっちゃおうかなみたいなね。ちょっともう、こう冒険心出てきたりするわけじゃないですか。だからそういう時のために、まあ別に参考にしていただければというところではあるんですけども、まあ私なりの解説させていただきつつ、そしてまあできる限りね、まあ効率よく買った方がいいし、どういう知識、必要にするかなんかは、まあそもそもこういう買い方するからこういう知識必要なんだよっていうね、こう必要な知識をちゃんとこう見つけるための何を知りたいかっていうことを調べるためのまずベース、そういう買い方がないと多分成立しないんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあやはりね、運ももちろん大切な宝くじではありますが、運を意図的に起こすためのアクション、起こすためにはどういう選択をすればよいのか、なんていうことをね、お話しさせていただきたいと思います。では早速ですね、解説動画やっていきたいと思います。企画千金。はい、行きましょう。まずは私使っている攻略法。まずこのベースですね。枠組み。これでいきますよ。だからこれに対してこの知識必要なんだよっていうことを、いろいろ解説していきたいんですけども。まず私、使っている攻略法。エリア購入法、アミコーというね、ものなんですが、それがこちらでございます。はい。まあ、ちょっとね、表を見るとなんか複雑にも見えるとし、まあ、古くからね、見てくださってる方だったらわかるというところではあるんですけども。まず、表の見方を説明すると、この表は基本的に、1から37すべての番号を使って、買う表です。はい。で、さらにまあ1から37まであるんだけども、とにかく母数を僕減らしたいわけなんですよ。母数を減らしたい。だから37個あるものを27個にしようぜと。つまり10個は出ないだろうねっていう想定しているチームを作ろう。つまり本命数字と削除数字の2枠に分けようねっていうのが、削除数字がグレーの方ですね。で、白い方が本命数字であります。で、さらに、まあ、本命数字のところ説明していくと、ここを階段状にね、なっていると思いますが、これに関しましては、まあ、要はこうずらして買っていくことで、微妙にずれ、ちょっとずれてたねーっていう時なんかに、まあ保管できるようになっているというものなんですけど、昔はもうちょっとこうぎゅうぎゅうに詰めてね、半分ぐらいのところから、まあ、2番目がスタートするような感じで、ぎゅうぎゅう詰めにやってたのをちょっと枠組みぐっと横にね、まあ雑に広げたというところです。で、なのでエリア購入法、網、こうって、こうっていうのは広いですね。はい。で、まあまずはその枠組みでこう買っていくと。いうところなんですけども、じゃあ、近くに寄っていたら良いんだけども、バラバラになってた時どうすんのみたいな時は、まあそのためにこの表の下段があるよ、というところで、まあ要はこれ多分数字落とし込みしてるやつ見ていただく方がわかりやすいんけど、これが一応前回ね、僕が購入したものなんですけども、まあ番号はもちろんこう12345って全部順番通り並べるわけじゃなくて、まあある程度自分が、考えたらこれが出るだろうねーっていう数字たちを並べていくんですけど、まあ並べ方なんかもね、ある程度は、これがいいですよっていうわけじゃなくて発想的なものはまあ後で解説させていただくんですが、まあ要はこう並べていきましたと。で、まあどの、冗談で見ても当たってねえじゃねえかよーと。しかも削除番号も2個取られてるじゃねえかよーっていうところがわかるんですけど、ただ、じゃあ下の方で、見ていただくと、8番目の、黄色の帯のところですね。18、6、30、13で、まあなんとかここで保管できたよということでございますので、下段というものは上段で、こう、詰め詰めで揃ってなかった時の、そこを保管するための下段。ただ、下段は下段で、ある程度、まあそもそも論、一等とか取りたいんだったら7つ、こう綺麗に並べないとできないよねっていうところもあるんで、まあ3つぐらいは重なってるだろうという前提のもとで、やってるというようなところでございます。だから運良かったら、まあ、たまたま3つ揃ってました。違うところで4つ揃ってました。組み合わせました。はい、1等です。みたいなこともあるかもしれないし、それが3つ3つだってもいいわけじゃないですか。っていうところもまあ保管できてると。まあ一番大原則はちゃんと直列にね、1列目、2列目、バー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 って番号を選びました。それがドーンってこう7つとも一致しましたっていうのが一番良いんですが、
はい。まあそこができないから、まあ変化させていってるし、進化させていってるっていうのが、まあ新たな買い方、このエリア購入ファーミコーだというところでございます。はい。で、一応購入コストは、まず本命数字の方で11口買います。で、削除数字は削除数字で10個選定するんですけども、それはそれだけの組み合わせで買います。はい。つまり、13口ですね。購入コストは3900円かかりますよ、というところで高いな、というところなんですが、まあ、一個買って、1頭当たりましたとか、2頭当たりましたとか、3頭当たりましたとか、一応極論夢なんですけども、僕はなかなかそこまでできないので、じゃあちょっとある程度、こう幅持とうねっていう考えのもとで、一応この考え方になったよ、というところなんですが、まあ、運というものは、やっぱりこう、ラッキーだと、こう幸運だみたいな、たまたま訪れた、ラッキーなんだ、よかったねっていうことが、まあ、思うことが多いと思うんですけど、僕はちょっと違うんじゃないと思ってるので、まあそこ、で運は意図的に起こせるよ、起こるような仕組み作っとこうよっていう、もう塊だと思ってます。だから全部の数字買うし、まあ一応自分の読みである程度ボスを狭くするし、まあこれからまあね、うまいこといけばラッキーだし、27個の中に7個揃うと。で、さらにこう上手に並べることができたら、まあ一等なりし、高額当選取れるよねっていう考えかなと思っております。はい。以上こういう買い方です。なのでまあこれに必要な知識っていうのはもちろん、2つほどあるんですけど、まあ1つ目っていうのはまず、削除数字の10個をきれいにちゃんと選びましょうね。まあ削除数字っていうのは、基本37個の中の30個、これは出ないよねっていう番号なので、まあその中から10個、つまり3分の1、探そうねっていうゲームをやってるんですね。はい。これがまず必要な知識。ここを探す方法。で、プラスもう一個はやはりこう上手に並べる、並べ方ですね。これがやはりまあこの2つ揃っていないと難しいと思いますので、そのあたりをね、まず今からはまあ削除掃除も含め、並べ方の、分析の仕方をお話しさせていただきたいなと思います。はい、行きましょう。最近の傾向なんですが、こちらでございます。はい、555回から564回までの、直近10回分なんですけども、まず何を知っておこうかというのは、あれ買いか、あれ買いが来ないかどうかっていうね、ところの判断をするために見ていただきたいんですが、まあ、あれ買い、つまり難しい買いだよっていうものは、人それぞれ定義は違うんですけども、私提唱しておりますのは、一つの桁、同じ桁のものが4つ出たら、あれ買いじゃない、難しくない、買いにくくないですかっていう風に提唱してます。はい。まあ、それをもとに一応分析させていただくと、10回中、4回起きてます。つまり 40% で、あれ買いというものは現在起きている現象なんだという風に、考えることができると。で、この考え方、この定義があることによって、じゃあ、まあ、あれ買いが来るよね、となれば、同じ桁のものどれかで、結構なんですけど、まあ要は4つ並べたらいいじゃないという話ですよね。で、さらに、いや、今回あれないんじゃないってなったら、マックスで同じ桁で3つっていうのが、まあ最大値になるよねっていうことになってくるわけですね。だから一応ここの表まだ出たままになってると思いますけども、一応現在、例えば563回、564回なんかで見ると10の桁が3つ出てますねーっていうのが、まあ今、最も多いわけじゃないですか。一つの桁で何個出ましたかってなると。で、じゃあここで見ると、まあこの辺は多いけども、4つ出たのってどれぐらい前なんだろうっていうふうに考えていくと、結構前で559回、558回ですね。で、さらに556回。この辺はまあ結構固まってトントントンみたいな感じで出てきたんだよということが分かってくる。あ、その下もね、560回連続じゃんみたいなね、感じではあったんですけど、まあこういうふうに詰めてくることもあるんですが、今まで、例えば10回中、9回ともあれ買いでしたっていうことはないんですよ。だいたいまあ行って60とかじゃないですか。行ってね。だからもしかしたらあと2回ぐらいはね、この直近で起こることもあるかもしれないんですけど、まあ 40% だから別に来ないっていうふうに判断しても別に問題はないと思うので、ただ何が大事かっていうと、そのあれ買いだったらどう買えばいい、あれ買いじゃなかったらどうすればいいっていうことの買い分けをできるかどうかっていうのが並べ方の、まず基準になってくるよねっていう話になってくるので、まあこういったところは知っておいた方がいいよというところで、じゃああれ買いもちょっととりあえず分析しとこうねっていうのがこちら。はい、あれ買いはまあ4回起きてると。で、まずどの桁で起きてますかって見ると、10の桁で1回、20の桁で2回、30の桁で1回起きてますねと。1の桁ではないんですね。1の桁つまりじゃあ最大3つまでにしといたらいいやん。いっぱい入れたとしてもね。4つはやめとこうぜと。
でもまあ一番多いのは20の桁だから、まあ20の桁はまあ1個やっとくみたいなね、何口か買う、10口ぐらい買うような方だったら、まあ1個ぐらいやっとくみたいな感じでやればいいんじゃないかなと思うんですが、一応ちょっと表を戻します、こちら。で、細かいことちょっとお話ししたいなと思うんですけども、4つ出てる場合とか3つ出てる場合ってあるじゃないですか。で、ここちょっと不思議な現象というか法則性が実はあって、まあ全部とは言わないんですけど、とにかくすべての桁を前半後半で見たら面白いことがわかるんですけど、まあ要は例えば20番で言うと20番、21、22、23、24、これで半分ですよね。で、残り26、27、28、29ですよね。まあだからその24までで半分に切るというふうに見ていけばどうなのっていうのが面白いのが、例えばなんですけど、555回一番上、3つ並んでいた場合、12、17、19。これ前半、後半、後半なんですよ。で、次、556回のあれかいの20、26、28、29。前半、後半、後半、後半なんですよ。はい。で、次、557回、3、5、7、そして、10、17、18。ここもそうですね。まず3、5、7に関しましては、前半、後半、後半。で、10、17、18、28、前半、後半、後半。で、558回なんかも、前半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 、後半。という形になってるんですね。で、まあ他もちょっと見ていただけたらわかるんですけど、つまり、3つ並べるとき、4つ並べるとき、これに関しましては、例えば、前半3つ、例えば10、11、12っていう風に組むよりは、例えば10、11、17みたいな感じで、前半と後半を混ぜてる方がいい。別に前半比1個の方がいいんですよというわけじゃなくて、前半、前半、後半でもいいし、前半、後半、後半でもいいわけじゃないですか。とにかく、一つの桁を半分で割った時に前半と後半がちゃんとなぜか組み合ってるんだよねっていうのが、まあ、症状として出てるわけなので、まあ、これはこれでちゃんと理解しておいた方がいいので、一応ここね、出しておきますが、すべての桁を A グループ、B グループに、前半、後半に分けた場合、まあ、こういうふうに分けたらどうだろうかという話を、記載はさせていただいております。はい。なので、まあ、ちょっとこういうちっちゃな知識ではあるんですけど、じゃあ、あれ替えの時はどうしますか？同じ桁4つ並べます。じゃあ、その、同じ桁並べる時に、どう並べますか？前半、後半グループをちゃんと混ぜる。っていうね、ことをちゃんとやっておかないと、あ、だから前半だけで全部行きました。あかんやん、みたいな感じになってくるので、逆に言うと、連番的なものっていうのは、かなり、前半だけで全部っていうのはないっていうことですよね。全部みたいな。だからまあ、三つぐらいまでじゃないっていうね、ところなので、まあそういったところも分かっていると、まあ買い分けができるし、並べ方も上手になってくるんじゃないでしょうかという話でございます。はい、行きましょう。前回セブンの出現ランキングなんですが、こちらでございます。はい、ロトセブン、なんといっても10年以上やってるんでね、非常にね、もういっぱい出てるねーっていう風になるんですけど、見ていただきたいところは特に白いところですね。白いところが出ていないところなんですが、この表というものは僕一番最初にね、出た番号、何番が出ようとも1列目と呼びます。まあ何列目ってこう縦でね、見ていっているんですけど、まあ7列目までございますよーという話なんですが、特にわかりやすいのが1列、6列、7列は、出てないエリアが大きいんですと。しかも10年間やっていて、なぜか出ていないんですというところで見ていくと、例えば4列目とか3列目って結構ほぼ筒いっぱいぐらいにね、もうなんか出るとこ決まってるやん、決まってるか読めんやんっていうぐらい幅広いんですよ。の中でも、なぜかわからないんですが、1、2、3、4、4番目の一番最小番号4、出てません。10年やってるけど出てません。5列目、5、出てません。なぜかというと、簡単です。何が起きているか。つまり、面白いよねっていう、1、2、3、4、5とか、やめな、ということがわかる現象が起きてるんですよ。面白いけどね。非常に面白いんですけど、1、2、3ですら、なんだったら、10年で一度しか出ていませんっていう、まあ、何やったらダメっていうのが結構この表見たらわかるんですよ。だからで、一番逆もそうですね。でかい順。31、32、33、34、35、36、37、これダメです。やっていいとすれば、35、36、37、これが過去に一応3回は出たんだというところなので、まあこういう握手は、まあこういう表を縦に割っていくとわかるよね。
というところにはなってくるかなというところです。でさらに、いつもこれ下にねちょっと見えにくいんですけど、あの出現エリア、要はここの表で見た場合、例えば1列目っていうのは1から21まで出てるんですよっていうこうエリアをね、いつも出し表示してるんですけど、まあ先ほど申し上げた10年やってるわけですから、基本ね10年やってるわけでしょ。ということは10回以下のものっていうのは1年に1回も出てないぜっていう数字なので、まあこの先々出ることもあるかもしれないけども、まあいわゆるマスを抑えるための濃厚エリアっていうのがわかるじゃないっていうのがこちら、はい、これが、濃厚エリアです。1列目から7列目、濃厚エリアで見るともう要は幅が狭いところっていうのがまだ選びやすいよねっていう風に考えることができるので、1列目5列目7列目は比較的他の列に対して簡単なんだよ。なぜならば幅が狭いところからたくさん出てるからっていうことですね。はい。だからまあ一番エグなのは4列目なんですよ。4列目はもう20の幅なんですよね。で、ちなみに4列目っていうのは一番最小番号と一番最大番号以外は全部出てるんですよね。非常にわかりやすく、読みにくいっていうのがまあよくわかるところ。これなんで言ってるかっていうと、選びやすいかどうかっていうよりは、どれだけ時間かけた方がいいですかと、限られた時間の中で買わないといけないじゃないですか。で、難しいことを、ひたすら解くっていうのは、僕はもう本当に良くないことだと思ってるので、解けるとこ先に解きましょうね。じゃあそうなったら、1列目。で、5列目、7列目。ここまあ優先的に先考えていくっていうことをやった方が、まあ、時間の使い方としては非常に効率が良いと。いうことですね。まあ、全然別に、私、明日、すごく今で、10時間ぐらい予想できるんですっていうんだったら、もう全然、全部に全力使ったらいいと思うんですけど、やっぱりまあ、限られた時間だし、まあ、皆さんお仕事してる方もいれば、学校通ってる方もいるし、まあ、主婦の方なんかもいらっしゃるので、まあ、いろいろやらないといけないことがある。その中でできるだけこう、トン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 と選んでいく中で、まあ、もう4列目極端なんですけど、もう運試しぐらいの気持ちでいいと思うんですよね。それぐらいでやらないと、厳しいわけじゃないですか。ほぼ筒いっぱいなところからどれ出るんだ、わからないわからない、わかんないもんわかんないんだから。そこは運試し で、力入れるんだったら1、5、7列目、ここがまあいいんじゃないかなというふうには僕は思っております。はい。で、さらにこちら。これ、先ほどの表を、これちょっと横に見ていただきたいんですが、まあ、いわゆる上位の数字ですね。5位までの数字をピックアップさせていただいておりまして、で、赤色に文字がね、色が変わってるものあると思うんですが、これが前回の当選番号ですね。で、前回の当選番号、列ごとに上手に選んでいた9、13、15、22、24、30で3等。で、全体像から、運がよく選ぶことができた9、13、15、18、22、24、30、そしてボーナス27で1等取れたということでございますから、まあ、大まかもちろんここと違う指標でまた、もう一個出すので比較検討していただきたいんですが、ここでも十分今戦えるんじゃないっていう、流れ来てるんじゃないかなっていうところが、まあ、わかるんじゃないっていう、今、どっち使っても下手したらいけそうじゃないってなってきたら、僕結構取れん、前回細分は、その1順位に対して、まあ、順位は5まであるんですけど、配布されてる番号が少ないので、ちょっと選びやすいかなっていうふうには思っております。はい。まあ、要は、どこから探すかっていうのが大事なので、どこから、つまりどれ見るか何見るかが大事なんですよね。わからんままに、とりあえず、はい、1から37の番号からあなた選びなさいって言われて、おい、わかんねえよ。マジかよ。みたいなふうになるわけじゃないですか。だったら、まあ一応こういうテキストがあるんですっていう、なんか何かないと僕しんどいなってずっと思っていたので、まあ自分でじゃあ作るかっていうのが、まあ今こういう形になったというところでございますね。はい。で、ここの表に、まあ要は、各列の上位の数字たちがいるので、まあどの桁が出ているのが多いのかっていうのがわかるので、こちら。はい。1、1、10、10、20、30、30ですね。はい。これがまあ基本ベーシックな型と。いうと必ずこれ来るわけじゃない。基本ベーシックの方。だからまあ30番全部、1全部、10全部、みたいな。そういうのはちょっと、悪手だねっていうことであると。いうのがわかるかなと。で、さらにこちら、削除しにくい番号が7つ。5、11、13、15、17、31、34なんですけど、一応これは、これ。ここの赤い表の、5で説明するとわかりますよね。1列目5位に5がいる。2列目4位に5がいる。というね。要は2つの列に、上位ね、ランクインしている数字たちは出る可能性高くね。削除するのリスク高くね。っていう風な、部分の数字たち。なんですよ。なので、
削除する番号を探すためには、削除してもいけない、しちゃいけない番号も探さないといけない。これはまあ同時並行作業一緒なんだよっていうことが、まあわかるので、まあ、ひとまず、別に絶対削除しちゃダメだよって話じゃないので、全部で出るってわけじゃないから、あれなんですけど、ただ、やっぱり選ぶにあたって、理屈ないと、これもう全く通用しないなってなった時に、その理屈がないと変更しようないじゃないですか。またこう、なんかわかんないけど、勘でこれ決めました。なんかわかんないけど、勘でこれ決めました。じゃあ、この勘変更どうしたらいいんだろう。まあ、ちょっとなんか、思いついた番号変えたらいいやって、それも一つのやり方なんですけど、一応、あ、そっか、こういうやり方のこういう理論は通用しないから、この理論はやめて違う目線で見よう、ものを見ようねっていうふうに、まあ、変更はしやすいので、まあ、結構こういう理由つけちゃうっていうのは大事かなと思ってます。で、さらにこちら。はい、ここが、赤い表の、数字すべて、重複分省いて、並べておりますが34個あります。で、中で3つ出ていないもの20、25、33があるんですけど、これが出ないんじゃないと、削除番号に入れていいんじゃないというふうに、まあ導けるかなと。要はそのいっぱいある番号の中で各列、まあ、さっきの、要は重複してた番号たちとも真逆ですね。どこにも入ってやがんねえっていう、かわいそうな番号たちなんですけど、まあ、要は、戦力的な話で言うと、ちょっとベンチ組ですね。なかなかレギュラー出れない。なかなか試合出れない。それが20、25、33じゃないかというふうに、まあ、予測することができるので、まあ、理由付けとしてはそういう理由があるから、これはじゃあ、つまり削除数にしても良いんじゃないかっていうふうに、まあ、選べる3つじゃないかなと思ってます。はい、行きましょう。出現が少ないアンダー5ですね。前回細分で最も少ないやつたちを下から5位集めましたよっていう表、こちら。はい。まあ、これはもうほんと参考程度に使っていただきたいんですけど、まあ、要は一番ダメじゃねっていう組み合わせの中で、まあ、1列、2列、3列目だけで言うと、16、はい、25、はい、31、この辺やめた方がいいよ。今まで1回ずつしか出てないやつたちだからっていうところなので、まあ、選ぶときに、別に大きな数字を1列目に入れちゃダメだよっていうわけじゃないんですよ。絶対出ませんよっていうわけじゃないんですけど、でもここの、1位から5位までのものって、全然出てないじゃんと、さっき言った10個以下じゃんっていう話だから、まあ、15スタート、16スタート、20スタート、21スタートなんかもう危ないからやめようねっていうね、いう風に見ていただけたらわかりやすい表だし、あとこれ、その時の結果見るときに、ここから出たとするじゃないですか。列ごとに見て、ドンピシャでバンと。じゃあ、今回、まあ、ここの何番かは、まあ、難しい番号だから、これは選べなかったんだっていうふうに、まあ、その時のその難易度を測る表にもなるので、まあ、そういうふうにも使っていただきたいなと思っております。はい、行きましょう。トレンド10回でございます。もう10回分だけです。こちらでございます。はい。まあ、非常にスッキリしているので、ただ見方はちょっと変えた方がいいなと思ってるのが、まず各列ごとの最大出現回数を押さえとこうねーっていうところで言うと、1列目の3が3回、で、7列目、34、35が3回ずつ出ておりますっていうね、話でございますけども、4回出現ってあんまりないですね。10回中列で見ても同じ数字10回出ましたとか、9回、8回、7回、6回、見たことありません。まあ、だいたい5回までですね。マックス来ても。なので平均の天井は3ぐらいで見ておくと、じゃあこの辺の数字、出ないんじゃないっていうふうに、こう貼ることができるので、まず一つの削除番号の、目星が立つかなというようなところだったり、あとまあ、横にね、見ていただくと非常に面白いんですけども、まあ、19番とかって結構3列目、4列目、6列目に出ていたりするから、ちょっとこれどうするみたいな、迷いやすい、こう、いやいや、でもリスク考えたら出るかもしれないっていうふうに、まあ、思うのがまあ全然当たり前だと思うんですよ。ただでもそれも含めて、横で見ても、今のところ最大出現では15が一番今多いのかな。1列目で1回、3列目で2回、で、5列目で1回だから、4回なんですよ。なので、まあ、対10回で見たら、だいたいまあ4回ぐらいまでなんじゃない、20番もそうですね。20番だから2列目の、3。3回。で、4列目1回とかで、でも4回ぐらいですね。っていう風に見ると、まあ、出ないかなっていう風な、まあ、判断もできるかなっていう。だから2つぐらいだったらいいですよ。横で見た場合ね。で、3つとか4つとかなってくると、ちょっと、って首かしげてもいいんじゃないという風に思っております。では、こちら。トレンド版の、トップ5で、まあ、3位までしかないんですが、ここ、面白いですね。列ごとに1つ選んでも全体総合、選んでも上手に選んでいたら、
一等取れましたよっていうのが、まあ、前回の結果です。なので今回、流れどっちですかと言われたら、別にどっちでもいいと思ってます。だからそれで言うと、まあ、やっぱりまあ僕選べやすい方がいいと思ってるので、流れ的に前回細分申し分ないんだったら、僕前回細分使います。で、トレンドの方が、明らかに強くなったまさらトレンドいきます。っていうような使い分けはしております。はい。で、出現エリアこちらですね。で、まあ10回分なんで濃厚エリアとかではないんですが、まあ両方見ていくと、まあ1列目と7列目というものはやはりまだ幅が狭くて選びやすいよねっていうことがわかるので、まあここはやっぱり力入れた方がいいんじゃないっていうところですね。で、さらに出現の型。こちら。はい。2つあります。2つ。2つあるときでなんかあれかえ来るような雰囲気はあるんですけど、まあ前回来ていたんですが、まあ別に今回来なかったんで、前回ね、来なかったんで、別に大丈夫かなというふうには思っておりますが、一応比較検討でこちら。はい。まあ何が違いますかって、2列目の配合、4列目の配合違うんですよ、と、2列目が1か10と、で、4列目10か20というようなね、ところで、まあどっち出るかなっていうところで、比較はしといた方がいいかなっていう。悩むところは悩む。悩まないところは悩む。だから4列目やっぱだからむずいんですよね。だからある意味4列、僕も考え的に捨てていいかなっていう。最近ちょっと思ってるんですけどね。だからもう4列読まずに、1、2、3、5、6、7の6個選ぶゲーム。で、4つ目はもう適当みたいな。残った番号入れるみたいな。ぐらいの方が多分ね、精神的には楽だと思うんですよね。しんどいのはしんどいじゃないですか。わからんとか、解けんとかっていうのが一番しんどいんで、もうそこはもう、まあ、ある種クイックピック的な。たまたま残った番号にしますねっていうぐらいが、まあ面白いかもしれないですね。はい。では、さらにこちら、トレンドの方はですね、全部で34個の番号で3つ削除数字の見込みになる番号があるんじゃないかというのが11、25、36。この3つでございます。で、トレンドの3回以上っていうものが3、20、34、35の4つでございますので、まあこのあたりは、ちょっと重複してるから、3回以上出てるから、ちょっと、今回いらなくないっていう理屈で、まあカットしてもいいかなっていうところですね。で、さらにトレンドの削除しにくい数字って、これが多いんですよね。17個もあるんで。だからまあさっき言ったように、取捨選択していただいた方がいいので、また表を振り返っていただいて、青木チャンネルなんか言ってたな、最大4回ぐらい出てるやつってもう出ないんじゃないかっていうふうに山張る。まあそれが通用しなかったらまた違う考え方でいく。だからその17個とこのたくさんありますけども、全部が全部そうだよっていうわけじゃありません。もっとも、こう、ね、その2つぐらいだとどっち行くかわかんないから、怖いわけじゃないですか。でも3つ、4つぐらい出たら、うん、もうこんかなぐらいで、まあ思ったらいいかなとは思っております。はい、行きましょう。変化法での出現予想なんですが、こちらでございます。はい、一応、4回分で、ちょっと動き見とこうか、ということで、表を出しておりますが、今、ロト7に関しては、直近4回で出ていた数字たちが、ちょろちょろと出ているっていう現状はあります。まあ、だから、ここ同じもの、今、表の下の方に黒い、くなってるとこあるじゃないですか。例えば5、14、15、20、30。この辺は、まあ、出るっていうよりは出ないっていう風に踏んで、逆に他の数字で、まあ、ちょっとまたここ出たか、みたいな感じで見ていく方が、今っぽいかなって感じしますね。だから感覚的に言うと、まあ、4番が、まあ、一応最新回で見ると、次来た場合消えるじゃないですか。じゃあ3、2、1のところでどっか出る可能性高いんじゃないかなっていうふうにはちょっと睨んでおります。はい。では、こちらですね。で、一応変化法というのは基本的には当選番号の、例えば6が出ました、隣の5、7、これどっちか出るんじゃない ?16、26、36、これも出るんじゃないっていうものなんですけど、ひとまず桁替えはもう言い出したら、切れないんで、両隣だけ並べたものを直近4回分の、ピックアップした表なんですけど、一応これ重複分省いていくとこちらですね。はい、36個です。ほぼ全部です。11が出ないでしょうっていう風な、まあ、理屈で削除数字として選べば良いんじゃないかなっていう風には思っております。はい、じゃあ、最初おさらいなんですが、まずこちら。はい、当選番号ですね。ここからはちょっと前回のものは、いじりにくいので、ここから1個2個出ることが多いから、ここはまあ、トレンド使えと。で、全開催分の削除しにくい数字とトレンドの削除しにくい数字がここに記載していると。
というところですね。でもここよりも何よりも重要なのはこちら。はい、削除数字の見込みとしてトップ5、トレンドの削除見込み、トレンド3回以上、そして変化法の削除見込みが記載されておりますという形でございます。はい、まあ実際ね、どれ来るか、まあそれは分かってたら、僕何回と高額当選してると思ってるっていう、まあ高額当選し、なかなかしねえから、ずっと YouTube で配信続けてるっていうところではあるので、まあもちろんね、一応、まあこの僕のサクセスストーリーとしては、まあ一応全部のね、宝くじ、何としても高額当選当てるという形で、考えておりますが、まあ、ひとまずね、ミニロトは取った。スクラッチも一等収めた。じゃあ、あともう一個取れば、まあ一応三冠にはなるんだね。まあもちろん一等じゃないと値打ちはないんですけど、まあ高額当選だったら結構まあ三冠的な扱いにはなるのかな。まあその他あと、まあロト6、ビンゴ5、でこのロト7。まあこの辺、この5つの競技はね、取りに行って、あ、それで言ったら僕、奇世界紅茶もね、もう早々に一等取ってますからね。よくよく考えれば。まあそれで三冠にはなると、まあちょっと奇世界紅茶ではちょっとなんかね、盛り上がらないなっていうところあるので、まあやはりロトシリーズ宝くじもしくはビンゴ5で、高額当選を収めに行きたいなと思っております。では皆様、当選結果の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。